中国・浙江省ネイハ市のあるネットユーザーが最近、シンガポールの銀行と通話しただけで、すべての銀行カードとアリペイが凍結されました。この浙江省のネットユーザーは、4月4日の午後、自宅で国内の携帯電話を使って、シンガポールの UOB 銀行と仕事の話をしていた。約1時間後に、警察から電話があったが、私はそれに気づかず出なかった。その後 友人が WeChat で私に連絡し、警察が私を探していて、電話に出なければ、他の友人に連絡すると言っていると教えてくれた、とウェイ坊に投稿しました。その後、このネットユーザーは警察に連絡し、シンガポールに電話したのは仕事の話であり、どうして自分の連絡先、友人や家族の連絡先までもあるのかと質問しました。警察は、電話詐欺に遭った人がいるため、 すべてはあなたのためだと説明し、電話を切りました。同日の夜、同ネットユーザーは外出して、支払いをしようとした際、自分のすべての銀行カードとアリペイが、凍結されていることに気づきました。このネットユーザーが遭遇した件は、多くの人々の関心を集めました。私もネーハ市出身で、同じ地区で、同じ問題に遭遇した、私たちはみんな、裸で生きている。 プライバシーは全く守られていないし、私たちのプライバシーを守る法律もないといったコメントが寄せられました。時事評論家の際新婚氏は X に、考えれば考えるほど恐ろしい。これは将来、中国人が普遍的に直面する現実の問題であり、このような出来事は孤立したものではない。警察署が人の財産や行動すら、制御できる権力を持っている。さらに考えれば、 現在積極的に推進されているデジタル通貨によって将来はすべての人の行動を直接制御できるようになるだろうまるでデジタル化された北朝鮮のようだと投稿しました。Hey,